こんにちは。ウンチコーチング無料公開講座、超音波で体のエネルギーを充電するは本当かというテーマで、今から始めさせていただきます。よろしくお願いします。超音波はお腹を膨らませたり、へこませる動作と、多様なポーズで、作られた動力トレーニングの、対応的で、また基本的なトレーニングの一つです。この超運動をすると腸の調子が良くなって、便秘や下痢が改善されたり、あと肌も良くなったり、そういうのは理解できるけれども、体のエネルギーを充電するという話は本当なのかという疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。皆さんはどんな時に、エネルギーが充電される感じがしますか？おいしいものを食べる時、そうですね。また、出る時ですよね。早寝早起き、病知らず。韓国にも、眠るのが薬という同じような、話があります。よく出るとそれだけで充電ができるということですよね。自然治癒ができる大事な時間ですからですよね。ドアが安定して出て起きたら疲れもあと痛みとかもあといろんな良くない感情も浄化されたりしますよね。また人との関係で充電できることもありますよね。いいですね。お茶飲みながらおしゃべり。あと、充電するには物がないと困るお年頃でしょうか。私がとても楽しく見た韓国のドラマがあるんですけれども、この男の人が仲良しの男の友達に、携帯の充電器、自分のを見たのかと聞いたら、その男の人がこのように、あなた今疲れてるから充電しないといけないと言いながら、耳に、刺して充電器を刺して自分の鼻に、こうやって充電をしてあげる場面がありました。人との関係を通して心がほぐれたりエネルギーをもらったりすることはとても大事なことではないかと思います。で、逆に一緒にいるだけで とても疲れてエネルギーを奪われるそういう相手もいますよね。とても疲れる関係なので長続きができないですよね。エネルギーを奪おうとする人は何をしても満たされないので、で人間関係でする充電はやっぱり信頼と愛の関係ではないととても難しい方法ではありますね。で、このように食べたり寝たりあと人間関係を通して充電するやり方がありますけれども、動力トレーニング呼吸と瞑想をすることで自ら浄化をして充電する時間を持つというのはエネルギー的にもとても効率のいい方法ではないかと思います。疲れが取れて活力が起き出て気持ちも良くなって意欲にあふれるとか、これはエネルギーがよく充電された時の感じですよね。で、疲れて気力がない、あと気持ちもあんまり良くない、意欲がない、こういうのはエネルギーが足りない時の感じです。この区分はよくできるんですけれども、エネルギー自体に対する感覚はまたちょっと違う話になります。エネルギーを感じる感覚は五感を超えたところの感覚なので第六感とも言います。第六感、エネルギーを感じるその感覚が目覚めるきっかけは人それぞれあるかと思います。皆さんはどうですか？私は子供の頃、部屋にじっと何もせず座っている時、頭の
こうてっぺんですよね。ここから何かがこう入ってきて、微妙に体がくるくるとこう回る感じを感じたんですね。で、その時には、ああ、めまいがするんだなと思って、まあ、ご飯を いっぱい、食べたんですけれども、エネルギーがこの百会という壺ですよね、そこから入ってきて、渦巻きみたいにこう入ってくる時もありました。また、昔こう車に乗って、山の道を通った時に、ある有名なお寺があるっていうから、そこをちょっと寄ったんですけれども、車から降りる時から足の裏がとてもジンジンジンして、まあ、その時やっぱり 長く座ってたから、しびれるんだ、足がしびれたと思って、まあ、こう鼻に唾をつけたんですね。で、韓国では足がしびれるとよくこうね、唾を鼻につけるんですけれども はい。で、まあ、その普通のしびれる感じとは違う感じがずっと続いてたんですね。で、エネルギーのとてもいいパワースポットに行くと、足の裏のこう有線のツボが開いて、土のエネルギーが感じられたということなんです。はい、また、とてもちょっと、もっと大きなきっかけが一つあったんですけれども、バイトで、のり巻き、韓国のキンパを、1日500個を作ったことがあります。その時エネルギーの感覚がパッと目覚める体験をしてたんですけれども、はい、なんかすごくしんどいとか、子役だからこう休む暇がなくずっとするしかなくて、もうやりたくない、疲れたとか、そういう考える、そういう余裕が全然なかったんですね。それでずっとやって、それで全部終わって、本当にやっている間、どんどん頭の中が真っ白になって、それで全部終わってから、なんか手がやっぱり大事ですよね。手からなんかジーンとジーンジーンとする感じが、しだして、それで本当に自分の手、手の間にここ磁石のようなこの感じですよね。それがすごく強力な感じがあって、まあ、こう自分の手だけじゃなくて、こう体中でそういう感じがしたり、あとは他の人にも、と木からも、あと壁からも、冷蔵庫からも、すべてからそういうエネルギーが感じることがあったんですね。それで、まあ、ちょっと聞く、その時には誰かにこれが何か、何でしょうとこう聞く人もいなくて、経験がある人が近くにいなくて、1ヶ月ぐらいは不思議だ、不思議だとしながら過ごしたことがあるんですけれども、そのうち同教育を知ることになって、それでそれがどんな経験なのか、体験なのか、どんな意味で、また何に向かっていけばいいかが分かるようになったんです。はい、同教育トレーニングをすると、そんなね、伸びます。ね、キンパを500個とか作らなくても、すぐ感覚を目覚めさせる体験ができるんですね。また、エネルギーって一体何かに対しては、科学的に、医学的にも、もうすでにいろんな説明がありますね。はい、まずエネルギーはどのように作られるのかに関して見てみましょう。植物は光合成と呼吸をしますね。太陽エネルギーに、動物が多数二酸化炭素をもらって、葉緑体から光合成をして酸素とブドウ糖を作り出します。植物の呼吸は動物と同じように酸素をもらって、お水と二酸化炭素を足す呼吸をします。で、動物は、動物の呼吸は外呼吸と内呼吸に分かれるんですけれども、肺から酸素をもらって、お水と二酸化炭素を足す呼吸、これは外呼吸で、内呼吸は、細胞呼吸を言いますけれども、細胞から栄養素が酸素と反応して、お水と、二酸化炭素に分解されながら、その時、エネルギーを得ることなんですね。これが動物の細胞ですけれども、
この中に細胞核があったり、ここにミトコンドリアがあります。これですよね。このミトコンドリアという細胞の小器官があるんですけれども、ここで栄養素と酸素をもらって、お水と二酸化炭素を足しながらエネルギーを作り出すんですね。で、このエネルギーのことをもう少し、詳しく分子の形で見てみますと、こうです。まずこの下ですね。エネルギー実体の姿ではなく、それは残念ながらわからないんですね。ATP っていうこの分子がエネルギーの貯蔵孔の役割をします。このリボースというものは、炭水化物担当の一つですね。炭水化物で、ここ、アデニン。これは塩基、塩の素の一種ですね。で、ここ3つの、リン酸があるんですけれども、こうやって1つの分子なんですね。ここにエネルギーがここにエネルギーを貯めたり、エネルギーをまた作り出したりするということです。で、この ATP からこの P、リン酸、これを1つ取り出して、これに変身するとき、この時エネルギーを放出します。で、このエネルギーを生命活動に使いますね。で、この時どれぐらいのエネルギーが作られるのかとしたら、1モルあたり7.3キロカロリーだそうです。で、ボルという単位は12グラムの炭素の中の粒子の集団ですけれども、とてもわずかな量です。で、この ATP、1モルをATP に転換をするとき7.3キログラム、キロカロリーのエネルギーが作られるんですけれども、ここにマグネシウムとかイオンの影響を受けて、11から13キロカロリーの自由エネルギーが放出されるということです。で、また、これはまた、このリン酸をまた1つ取り出したらこれになります。AMP。で、この時も同じように11から13キロカロリーのエネルギーが作られます。で、ここでまたこの P、リン酸がまたつくとこれになるんですよね。またこれもこっちになったり。で、生物は呼吸をしながら有機物を分解しながら、このようにこれからこれ、これ、またここから、これ、これに、変身をするんですよね。ここからここになるときには、エネルギーを、なんて言いますか、貯める。あと、ここからここになるときには、エネルギーを足す。こういうことをするんですよね。人の体では、こういう循環を1日なんと1万回ぐらいしながらエネルギーを得るとても効率的な方法を使うということです。ですので、車みたいに大量のガソリンを使わなくても、20グラムもならないわずかな分子だけで、こういうエネルギーの供給ができます。これはエネルギーを貯める分子で、あと11から13キロカロリーっていうのは、エネルギーが持つ力を熱量で表現したものですよね。エネルギーは目にも見えないし、耳にもないし、五感で認識できないんですけれども、このように、分子とかこの熱量としてその存在を確認することができると思います。このように得られたエネルギーは、運動と体温維持、知能活動、音、声を出す、成長をするところに使います。あと、生体電気を発生したり、生体発光、光を出すことも、あります。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。